ガラガラですね。ガラガラやね。しかもこれちょい飲みセットとか。ちょい飲みセットもあります、ね。すごいね。クラミクル仕様のこのサングラスが。サングラス全然。1100円ですよ。つけてるやつ。ローカルな、はい、ローカルな。ああ、カウサマーっぽいですね。Psychedelic party es buena sensación. Psychedelic party, eso sí es el soul. Psychedelic party, toda confusión. Psychedelic party, es alucinación. はい、皆さんこんにちは。カズ様です。あ、これやってるやん。皆さんごきげんよう。ごきげんよう。大輝です、はい。最近やったらハマってない？めっちゃハマってますね。これこっちハマってるけど、はい、俺もと実は彼がチャンネル登録者数がまだ1万人ぐらいから知ってて。でこのメガネあるやん。はい、はい、意識してるから。ほうほうほう、なるほど。え、これかけてるの？かけてます、かけてます。そうそうそう。意識してる。それまで完全に目の見えないサングラスしてんけど、はい、この目の見えるサングラスは、皆さんごきげんよう。はい、なるほど。で今日はですね、はい、雨動きました。雨動きました。これ何の略ですか？雨屋横丁ですね。何ですの雨屋って？調べたんですけど、はい、どうやらアメリカから来てるっぽいんですけど。あ、なるほどなるほど。なかなかちょっと歴史が古いですね。あ、アメリカから来てるんですね。はい、どうやら。あの、ここは JR の上野ステーションと京成上野駅あって、はい、そこから入ってくるということで、はい、1個爆弾発言していいですか？はい、もう何百回で東京来てるんですけど、はい、アメ横はなんと僕初めてです。おお、初めてです。はい、じゃあちょっと行きましょうか。行きましょう。これしてる、行く時なんて言うかしてる？ヘリコ。ああ、違うんですよ。俺ピンバイチ見てへんな。それではアメ横の方にって言ったら、はい、ムーブオン。あ、ムーブオン見ました、ね。はい、それではアメ横の方にムーブオン。でちょっと僕たちはですね、ほんまカフェを探してですよ。え、何を探す？カフェ。あ、カフェ、カフェですね。その個人の経営してる個人のカフェがいいですね。ありますかね。だからそういうなんていうの、ありきたりなんじゃなくて。ありきたりじゃなくて、チェーンじゃなくて。チェーンじゃなくて、そうそう。なんかレトロな。そう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 。ね、街並み。これは今、今日何曜日ですか？今日は火曜日です。火曜日、土平日の思いっきり午前中ですから、はい、もう6年人は来てません。ガラガラですね。ガラガラやね。これしかもこれちょい飲みセットとか。ちょい飲みセットもあります、ね。すごいね。すごいですね。ちょうどだから空いた時ですね、今この時間。ああ、なるほどなるほど。空いて。僕ら昨日泊まってたサウナがなんと、チェックアウト10時ってやたら早い。やたら早い。やたら早い。まあ普通かもしれないですけどね、10時。10時がね。10時多分普通ですよ。俺が行くとこね、大体ね、12時が多いですよ。12時は結構余裕持ってますね。名古屋のサウナに関しては2時ですから、チェックアウト。2時はありえないです。でもチェックインも2時なんですよ。ありえないです。これ気になってたんですよ、この店は。ほら、朝倉未来仕様のこのサングラスが。サングラス全然。1100円ですよ。つけてるやつ。ほらほら、こういうの、こういうの。ああ、濃いですね。ほらほら、こういうの、こういうの、こういうの。濃いですね。こういうの。これ1100円。安い。こういうのとか。ミクル、ミクルのやつ、あれ高いやつでしょ。あれ高いです。なんやって。これは高いです。あれ5万とかするやつでしょ。そうですね。なんやったかな。うん。なんかやってますよね。あ、こういうカバンも売ってますね。めちゃくちゃいいな。カバンも安いな。はい、っていうことで大輝くん来ましたね。なんか僕の変化に気づきませんか？サングラスが。そうなんですよ。なんとちょっとせっかくアメ横来ちゃったんで、アメ横仕様にしまして、はい、高級なサングラス買いました。いや、買っちゃいましたね。これはやっぱ高額ですよ。高額のやつを。もうちょっとパーンとプライムに叩きました。これいくらと思いますか、皆さん？大輝くん。いや、これは高いんじゃないですかね。これね、はい、1100ユーロ。やば。1100ユーロなんで、ユーロ日本円ですると、はい、15万ぐらいです。15万。うん、
高すぎますね。と思わしといての、と思わしといて、いくらでした？1100円ですね。やばい、やばい、やばいやばい、10ドルです。やばい、10ドル。僕だいたいどこでサングラス買ってんのって言われるんですけど、はい、こういうちょっとなんて露店とか来た時に、はい、おもろいサングラス あった時に買うっていうのがいつものパターンです。あ、そうなんですね。なるほど、はい、いやあとこれもんじゃ、あ、なんかいろいろあるよ。あ、いろいろありますね。はい、やったりとかやってますね。あ、すごいな、この辺カフェあるかもね。ありそうですね。これこんな感じで、これすごいな、はい、すごいローカルな、はい、ローカル、あー、カウン様っぽいですね。面白いね。はい、とりあえずこっち、ここがいっぱいあるやん。こっち、はい、いっぱい、左の方が多分、あ、とりあえずメインだ。あ、こっちのメインの方行くか。はい、おー、すげえな、カウン様っぽい感じが。でこれめっちゃおもろいやん。めっちゃおもろい。アメ横、アメ横やばいです。アメ横ちょっとやばいな、アメ横やばいです。ハマってきたかもしれない。あー、なるほど、これ多分メインです。アメ横詳しいの最近？いや、何回か行ったことあって、うんうんうん、あの服とか結構買ってますね。アメ横で？アメ横で。あ、そうなんや。はい、ゴルフのウェアとか結構安いんですよ。あ、これこっから、今からオープンしてくんね。あ、今オープンです。お、すげえな。おー、すげえ。おー、すごいな。カキがやたらいっぱいあるよ。はい、牡蠣とか海鮮系が、海鮮系が、うんうんうん、ホタテとか。すごいな。うん、でもめちゃくちゃ安い。大輝、牡蠣好きやん。好きですね。おお、すげえな。俺も牡蠣めちゃくちゃ好きやから。牡蠣だいたいあったら食べますね。おお。これここまで行ってなかったらしょぼかったよ。しょぼかったです。あ、これいろいろ。はい、こういう感じ。健康食品とか。なんか面白いな、カキがやたら多いのと謎の靴屋がやたら多いんやって。靴屋が多い。うん、はい、バッタモン、バッタモンですね、多分ね。多分そうやもんね。うん、やたら安いもんな。あ、こんな横の路地もあんね、これ。横の路地もあります。やたら安ないこれ。安すぎますね。マグロ丼とか、やば、すごい安いな。ワンコイン考えられへんな。東京やからね、ここ。あ、すごいな、信じられない。雨横、あとなんか巣鴨とかあるやん、はい、行ったことある？巣鴨あんまりないですね。あれだから俺池袋行くやん、この板橋とか、はいはい、あの辺巣鴨近いやん。あ、近いですね。だからそういうなんかテンション高いこういう商店街があるって聞いてんだよな。へー、お、エルメスとかあるやん、ほんま？いや、ほんまじゃない。絶対違う。ディオールとか。あ、ここの路地は終わった、これで。これで終わりですか。でも他の横路地とかいっぱいあるやろ。横路地ありますよね。あれ、この先は？あー、なるほどね。個人だとこんなもんか。富士屋コーヒーありません。もうカフェ探してます。なんかこのコーヒー600円で腹立つやな。どんぶり500円で食えんの。このバランスがすごい。すごいな、マスクとか。多いです。なんかやったらスポーツ用品店とか、やったら靴を売り込んでくる。靴売りまくってくる。やたら靴売ってくるやん。あ、やっぱすごいな。なんか韓国のあそこ、ミョンドン行ったことある？ミョンドンないです。あれ韓国トリップの行かんかったっけ、ミョンドン？行かへんかったな。むっちゃ遠いとこ行ったらタッカンマリ来るじゃん。こっち行くか。はい、トンデム、トンデムでしたっけ。あ、タッカーマルの、タッカーマルトンデムやったかな。トンデム、ここ近所しか行ってないんだけど、むちゃくちゃうまかったもんな。そうです。あ、そうかそうか、はあ、あれ行ったな。あれが最後の招待旅行やったかもしれんな。そうですね。あれから行けてへんね。はい、I'm reading slow so I can